デチャウェブチャンネルをご覧の皆様、久しぶりです。はじめまして方は、こんにちは、こんばんは、おはようございます。デチャ編集部の電飾花尾でございます。電飾光ってます、見えますか今ね。昼過ぎ、もう夕方前ですけども、1年何年ぶりぐらいかの楽園天国でございます。皆さん久しぶりですね。一応この番組のルールとしては、私電飾花尾が87分間オキスロを打って、何かしらのミッションをクリアしていくというような感じで、やってきておりました。はい。で今回お邪魔しているホールさんなんですけども、こちらですね、栃木県真岡市にございますビッグマーチ真岡店さんでございます。ありがとうございます。まあちょっと久しぶりにね、ちょっと収録やりたいなと、まあいろんなその楽園天国終わったんですかみたいな声も聞くんで、じゃあもう2022年の新年度ですし、やっちゃおうぜというところでちょっとね、撮らせてもらっております。ありがとうございます。で最近この楽園天国で言いますと、花々のプレミアムテイメント全部コンプリートしようぜみたいな感じでやっておりまして、でそれにプラスアルファして視聴者様プレゼント企画をやっていこうと思います。で今回プレゼントする企画はですね、プレミアム点滅、花々のプレミアム点滅1回に倒してこちらのね花々グッズをプレゼントしようじゃないかと、今回でいうとこの、子役カウンターカンタくん S 花々バージョンと、こちらパイオニアさん特製のハンディアルコール除菌スプレーですね。このどちらかをねプレゼントしたいなと思いますんで。というわけでもうね、夕方前で結構店内も混みつつあるんで、良さげな台を探しに店内に入っていこうと思います。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。こんな始まりでしたっけ、なんか工事現場みたいな。はい、というわけで店内入っていきます。お願いします。前回までは、まあ、先月来店した時まではねプレミアム花々あったんですけど、今回はねニュー花々ゴールドと花々法天章の列という感じですね今は。はい。でこちらの、台ですね、ビッグ8のレギュラー5で149分の1で、お隣ビッグ16のレギュラー13で128分の1ですね。でお隣、1500、まだそんな回ってないですけど、ビッグ6のレギュラー6で130分の1という感じで、ニューハナナゴールドも結構ね使ってるっぽいんですよね。でこの台509番台も103分の1、1対1ですね。いやすごい。続きましてこちらですね、花々鳳凰天章がビッグ20のレギュラー14、ガーさん124分の1と。続いていきましょう、こちらの台天章です、ビッグ22レギュラー14、125分の1。小勢6の台多くない、なんか。はい、こちら続きまして、ビッグ24レギュラー14ですね、108分の1、煩悩の確率で。こちらお隣、ビッグ16レギュラー10で160分の1。でもまあ一応まだプラスですねという感じですね。天章よりもニューハナハナゴールドの方がまだなんか良さげなんすよね、台的に。ただまあ良さげな台は空いてないんで、いいや、さっきの方を打ちましょう。まあとりあえずビッグ引いてるからなんとかなるであろうという台、この台2480のこれね、お願いします。はい。というわけで87分間いきまーす。ポチ、よし、87分ね。さあ、じゃあいきます、1000円でいこう今回は。というわけで今回はねプレミアム点滅出して、皆様にね花々グッズあれをプレゼントしていくという企画なんですけども、どうでしょうね、最新の楽園天国はいつなんだろう、ちょっと調べますね。てか6号機、本格的6号機になってから初の楽園天国ですね。そういえば全通花見とかではね花々鳳凰天章売ってましたけど、楽園天国としてはまだ今回が初か。これね夕方からの収録なんで、なかなかこうね、よさ花にねたどり着くのが難しいっていうのは、これはね、まあ、前からもそうなんですけど、この6号機になるとね、よりそのなんか設定の挙動、設定差のあるところっていうか、やっぱね、
小ゼロクはね、小ゼロクだね。やべ、名言っぽく言ったけど、いやな、なんていうかその波乱があんまないというか、5号機の例えば、まあ、ツインドラゴンとかプレハナもそうなんですけど、安定感がよりあるというかね、このハラハラの天章は、僕はっすよ、僕はそんなイメージがあります。ただ結構その6とか5、6売ってる人がいるんだったら、いやいやそんなことないよと、このなんか見てる感じで言うと、なんかひょっこり開く感じはないかなと思います。トゥルトゥルトゥルで、なんならまあこの動画がいつアップされるかわかんないですけど、一応明日も、まあ、全通花見、まあ、ひげさんとやってた全通花見のちょっとまあスピンオフというか続編というか、全通花見プラスっていう台、全通花見プラスっていう台じゃないよっていう番組やるんですけど、471外しが3本通常点滅、よしよしよし、持ちメダル大事。471、うわ出た、ノースイカじゃん、まあだよな、でれれれ、さすがにないよね。まあビッグの引き強だけでもプラスに持っていけるっていうのがこのハナハナの醍醐味。いきます、えいひゃい、久しぶり、久しぶり、あベルベルヒャイ久しぶりやな。やっぱ本家のエイヒャイはこのやっぱ楽園天国で使ってこそすからね。ってなわけで63ゲーム連チャンしねえな。この2回前、2、3、4回目でレギュラー3連チャンしてんのか、29、64、76ゲーム、まあ、それで帳尻合わせたような感じの連チャンしてますけども、レギュラーがさあこの辺で帳尻合わせに来ても全然私は一向に構いませんよ。これもな、なんかまあ、もうちょいね良さげな台あれば粘って打とうかなとも考えたんですよ。あとはそのオキドキリオも結構強いんでこの店で、まあ、正直ね良さげな台あったんすけど、明日岐阜で全通花見の、まあ、続編の収録があるんで移動しなきゃいけないですね。宇都宮から大垣という謎な移動、多分今日そのルートで移動するの多分俺だけなんじゃないかっていうね。なのでまあ良さげな台に座ってもちょっとねそこから粘って打つことできないんで、っていう意味でもまあこの台が一番まあうってつけだったんかな。やっぱりいや正直ね、正直オキドキデュオは打ちたいのよ今。おもろくないですかデュオ、ノーマルタイプで30杯でいうともう完全に転生なんですけど、 AT はねちょっと僕の中でチバリオからちょっとデュオ、オキドキデュオの方に関心が向いてます。なんかわりかしこのゲーム数狙いとかテーブル狙いとかもねちょいちょいできたりしますし、あとなんか30杯を強化しようっていうホールさんなんかで言うと設定狙いがねできたりしますから、最近多いのよワシンチの近くで設定使ってるホールさん、僕が行くホールさんで僕結構鳳凰天章を強化してるホールさん多いんだよ。なんでまあ自然とそのどっちかっすよね、天章かデュオかみたいな、どちらかを売ってます今っていう雑談をしていたらですね、100ゲーム超えてまして、今112ゲームになってました。びっくりしました私。ういよそみ192、うわこれなんよ新演出、うわはい、192ゲーム持ちメダル、ギリギリプレミアムが出るの、まあ、今のも
プレミアムに入れ、いや点滅じゃねえもん。とりあえず繋がりました。あらす、あそう、追加ゼロ、レレレレレ、変わらず行きます。えいしょい、くー、16時46分までか。おい、レンチャン23ゲーム。ああ、いかん、今できたけど、まあ、バイブバウンドストップ入ったんでビッグですね。23ゲーム、はい、増えました、持ち球。プレミアムでいいんだけどな、そこは。スイカは相変わらず来んね。今ビッグ3回引いてゼロ、いきます。えいひょい、くー、さすがにねえかな。おー、回転きた。サムネの画像作ってました、すいません。25ゲーム来たよ、プレミアム。しかも俺が出したかったやつ、これ点灯回転かな、これ。ちょっとこれはすまん、これはスマホ撮るわ。いやー、いいねー、来たぜ。おい、いきます。はい、ビッグ3連チャン、25ゲーム、あらす、これよ、来たー。これで、1名様とりあえずプレゼントです。おめでとうございます。相変わらずスイカ出ないね。えいしょい、今右からじゃなかった、右じゃなかったっす、レギュラーっす。20ゲーム、持ちメダル、レンチャン乗ってきましたね、これ。そういえば7月にスーパーハナハナ続編出ますね、スーパーハナハナ2。あれも気になるところではあるが、ただね、ハナハナの次のシリーズが出るのかどうかよね。でもさすがに出んよな、さすがに。ぶっちゃけ転生あればいいもんね、今んところ。このスペックで一番、このスペックが一番なんかベストな気がするけどな。そこまで尖りすぎず、ニューハナハナゴールドのちょっと良くないところを改良したみたいな、ボーナス合算とかね、高設定域のボーナス合算をね。おい、317レギュラー臭いビッグアザス。いや、取れた1回。追加1回でございます。で、青に変化すると、えいしゃい。まあビッグ地のスイカは圧倒的に足りないんですけども、ですけどもよ。でもな、流玉青か。いきまーす、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。あー、終わった、終わった、了解です。はいはいはい。というわけで、87分間終わりましたので実戦終了します。
結果はエンディングにてお疲れした。はい、というわけで結果発表です。お疲れした、本日は花花鳳凰天章を打ちまして、総投資が138枚、回収が404枚で、プラスの266枚ということになりました。あらす。でそのうち、ボーナスが 1,2,3,4,5,6 6回引いて5回ビッグで、そのうち1回が店頭回転回、うん、まあプレミアム1回出ましたんで、宣言通りプレゼントします。応募の方法に関してはですね、私のこの楽園天国の動画アップしましたよっていうツイートのリツイートですねと、私のアカウントのフォロー、またあの概要欄にね応募方法書いておきますんで、そちらご記入ください。はい、というわけで今回の動画は以上になるんですけども、まあ、今後もね、まあやっぱ花花鳳凰天章が強いホールさんとかでやっていきたいなと思っておりますので、まあ、その辺をね、盛り上げれるような、人になっていきたいなというところで、今回の動画は以上です。ではまた次回の楽園天国でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。